JRA 日本中央競馬会ではサラブレッドの生産や育成調教技術の向上、また感染症をはじめとする病気や運動に関する基礎研究など競走馬を用いて様々な調査研究に取り組んでいます。この番組ではサラブレッド生産や育成に携わる多くの方々に活用していただくため JRA がまとめた研究成果をお伝えいたします。馬学講座ホースアカデミー。皆さんこんにちは、月下ひろです。今回はホースアカデミーの受講生として皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回の馬学講座ホースアカデミーはアイルランドにおける軽種馬生産というタイトルでお送りいたします。お話しいただくのは獣医師でいらっしゃる JRA 日高育成牧場の岩本洋平さんです。皆さんこんにちは、JRA 日高育成牧場の岩本と申します。私は2018年から2年にわたりアイルランドで研修を行い、主に軽種馬生産、つまりサラブレッド生産について学んでまいりました。今回はその経験をもとにしてアイルランドにおける軽種馬生産というタイトルでお話したいと思います。岩本さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、こちらが今回お話しいただくテーマです。どのような内容になりますか？はい、はじめにアイランドの軽種馬生産の概要についてお話しします。そして概要を把握していただいた後に、私が研修中に感じたアイランドの軽種馬生産の特色をご説明します。その中で日本の軽種馬生産との比較を行い、日本の軽種馬生産へ応用できそうなことについてもお話したいと思います。はい、それでは早速アイルランドにおける軽種馬生産の概要から教えてください。はい、まずはアイランドの生産頭数についてご説明します。敷地さん、アイランドでは年間にどのくらいのサラブレッドが生産されていると思いますか？いきなりのテストですか？いや、日本ダービーの時によく7000何頭の頂点に立つというので、それよりもアイルランドは生産が盛んだと考えて8500頭くらいでしょうか？惜しいですね。はい、日本より多いというのは合っているのですが、毎年約9000頭のサラブレッドが生産されています。2019年は生産頭数9295頭で、登録されている生産者数は6656でした。この生産頭数は世界第3位の数であり、1位のアメリカ、2位のオーストラリアに次ぐ数になります。競馬が盛んなヨーロッパで最大のサラブレッド生産国ということですね。生産頭数は安定しているんでしょうか？こちらのグラフはアイランドの生産頭数の推移を示しています。最盛期には1万2000頭を超えるサラブレッドの生産を行っていましたが、経済不況の影響で2010年頃には8000頭を割る生産頭数となりました。経済状況によって生産頭数が減った点は日本のサラブレッド生産の状況と似ているように思います。このグラフではこのところ増加傾向になっていますけれども、その要因は何なんでしょうか？はい、近年は経済状況の回復に伴い軽種馬市場、いわゆるサラブレッドの競りでの売買が好調です。それに伴って生産頭数も増加して約9000頭の生産頭数が維持されています。近年では日本産馬が強くなり、日本国外でも活躍する時代となりましたが、アイルランド産馬はどうでしょうか？はい、アイランドでは多くのサラブレッドが生産されていることをご説明しましたが、アイランド産馬は世界各国で活躍しています。2019年にアイランド国外の G1 を勝利した、アイランドで生産され調教された馬は12頭でした。
日本でもアイルランド人のエイダン・オブライエン調教師の活躍は有名ですけれども、アイルランドサンバも世界各国で活躍しているんですね。はい、その通りです。2019年はイギリス、フランス、アメリカ、オーストラリアの4カ国でアイランドで生産・調教された馬が勝利を挙げています。このようにアイランドサンバは生産頭数が多いという量の面で優れているだけでなく、競争成績という質の面でも優れていることになります。へー、2019年も日本サンバが日本国外の G1 を勝ちましたが、アイルランドサンバも同じぐらい活躍していたんですね。2019年に限らず、これまでにも多くの活躍馬を輩出してきたんでしょうか。はい、過去5年を振り返っても、アイランド生産馬たちが凱旋門賞やドバイワールドカップといった有名なレースを勝っています。ヨーロッパの競馬は基本的には芝コースでレースが開催されていますけれども、ダートコースのドバイワールドカップの勝ち馬も輩出しているんですね。はい、その通りです。ダートコースでの活躍馬を輩出していることに加え、アメリカや香港といった異なる国の芝レースでも活躍する馬を輩出していることが、アイランド生産馬の適応力の高さを示していると思います。このように世界各国で G1 を勝利する馬が輩出されていると、日本のディープインパクト産駒のように国外でも需要があるんじゃないでしょうか。はい、その通りです。アイランド生産馬が世界各国で活躍していることもあり、多くのアイランド生産馬が各国に輸出されています。2019年に競走馬として国外に輸出された馬は5605頭で、合計32カ国に輸出されています。先ほどのご説明だと、生産頭数がおよそ9000頭ということでしたから、生産頭数の半数以上が国外に輸出されているんですね。はい、その通りです。特にイギリスには2019年に4287頭が輸出されており、これはイギリスでの年間に生産される頭数に匹敵します。ではイギリスにこれほど多くの競走馬が輸出されている理由は何なんでしょうか。はい、アイランドはイギリスに比べると人口が少ないため、イギリスほど競馬を開催する需要がありません。一方でイギリスは多くの人が住んでいるため、サラブレッドの生産に利用できる土地が限られます。そこでアイランドでサラブレッドを生産して、イギリスで競馬を開催するという形が出来上がりました。この形は北海道でサラブレッドが生産されて、人口の多い都市部で競馬が開催されている日本の構図と似ていると言えます。なるほど、アイルランドとイギリスの競馬は非常に密接な関係ということですね。それでは日本との関係はどうなんでしょうか。はい、日本に競走馬として輸出された馬ですが、2019年は32頭でした。日本にはあまりサラブレッドが輸入されていないんですね。アイルランドサンバの日本への影響は小さいんでしょうか。いいえ、日本にも大変大きな影響を与えると言えます。こちらに血統表を示したディープインパクトとキングカメハメハは、長らく日本のリーディングサイヤーランキングで上位を独占してきた2頭です。この2頭はアイルランドと深い関わりがあるのですが、何かわかりますか。これまでのお話を踏まえますと、母馬がアイルランドサンバということでしょうか。その通り、正解になります。ディープインパクトの母馬であるウィンドインハーヘアも、キングカメハメハの母馬であるマンファスもアイランドで生産された馬です。ウィンドインハーヘアは繁殖牝馬として日本に輸入された後、サンデーサイレンスを交配されてディープインパクトを生みました。マンファスはアメリカでキングマンボを交配されて、キングカメハメハを受胎した状態で日本に輸入されています。日本の競馬史に多大な影響を与えた種牡馬の母馬が共にアイルランド生産馬であると考えると、アイルランドが日本の競馬に与えた影響は非常に大きなものですね。はい、ここでアイランドの軽芝生産のポイントについてまとめます。まず年間約9000頭を生産する世界第3位のサラブレッド生産大国であり、その生産馬は各国の G1 競争を優勝しています。
サラブレッド生産国としては世界各国、特にイギリスの競馬にとってはなくてはならない国ですね。その通りです。イギリスをはじめとした競馬主要国に多くのサラブレッドを輸出しており、世界の競馬産業に多大な影響を与えています。日本にとってもディープインパクトやキングカメハメハの血統表にアイルランドサンバの名前があり、アイルランドのサラブレッド産業から多大な影響を受けています。前半はアイルランドにおけるサラブレッド生産の概要をご説明いただきました。続いてはサラブレッド生産の特色について伺ってまいります。岩本さん、アイルランドのサラブレッド生産の特色はどのようなものがあるんでしょうか。はい、私がアイルランドでの研修で感じた主な特色はこちらの3点になります。はい、この3つについて日本との比較をしながら説明していきたいと思います。はい、では一つ目は広大な放牧地と挙げていただきました。はい、なんといっても広大な放牧地が確保できる点が大きな特色です。アイルランド島はライムストーン、いわゆる石灰岩に覆われた土地でできており、この土地は牧草の生育に良いと言われています。そのため年中を通して放牧地に牧草が維持されています。また山岳地帯が少なく広い放牧地を作ることが可能です。さらにアイランドは人口が400万人と少なく、首都のダブリン以外にはあまり人が住んでいないことから、国土の大部分が農業畜産地帯であることも広大な放牧地を確保できる要因だと考えます。広大な放牧地を確保できるという点では北海道と似ていて、サラブレッドの生産に適しているということでしょうか。そうですね。さらにライムストーンに覆われている点や起伏が少ない点は北海道以上にサラブレッドの生産に適していると考えられます。こちらが放牧地の風景になります。はい、お話の通りも広々とした放牧地がもうどこまでも広がっているような風景ですね。はい、このような風景がアイルランド全土に広がっています。アイルランド全土がサラブレッドの生産に適しているということですね。続いて安定した気候についてお話しします。こちらの2枚の写真をご覧になってどのように感じますか。はい、この左の写真は青々とした牧草が生えていて、馬を放牧するのには適していそうですね。そしてこの右側は、まあ、地面に雪が積もっていますし、牧草も枯れているように感じますね。はい、左の写真は昨年2019年3月のアイランドの様子です。そして右は2020年3月の JRA 日高育成牧場の様子となります。同じ3月でも気候が全然違うんですね。そうですね、年によって多少の違いはありますが、冬に関してはアイランドの方が暖かいことになります。また写真のようにほとんど雪は降りません。こちらはアイランドの気候と JRA 日高育成牧場のある浦河の気候を示したグラフになります。先ほど写真で示した3月はアイランドの方が暖かいことがお分かりいただけると思います。はい、このグラフを見るとアイルランドは年間の気温差が小さいんですね。その通りです。冬は暖かく夏は涼しい安定した気候がサラブレッドの生育に適していると考えられます。私も研修中は非常に快適に過ごすことができました。また日本に比べると降水量も安定していることも重要だと思います。以上のことをまとめると、まず雪がほとんど降らない冬が冬場の放牧地の維持に役立っていることが挙げられます。雪の影響で馬が牧草をあまり食べられないことがなくて、日本よりも冬場放牧しやすいということですね。はい、その通りです。また夏は涼しく冬は暖かいという気候が馬の健康維持に良い効果を与えているとも考えられます。先ほどの写真の馬たちも快適そうにくつろいでましたね。はい、そして年中安定した降水量があることで放牧地の状態が安定することも重要だと考えられます。
放牧地が安定することでどのような利点があるんでしょうか。はい、雨が定期的に降ることで放牧地が湿潤に維持され、硬い放牧地で馬が怪我をしたり、蹄が乾燥して割れたりするリスクが低くなると考えられます。最後に混合放牧についてです。これはどういう意味ですか。こちらの写真をご覧ください。はい、手前に馬がいますけれども、奥には牛ですか。これは、はい、その通りです。アイランドでは夏に馬と牛を一緒に放牧すること、いわゆる混合放牧が一般的に行われています。これはどのようなメリットがあるんですか。はい、混合放牧には以下のような利点があります。まず掃除狩りの回数を減らせるということになります。宮本さん、掃除狩りとは何でしょうか。はい、こちらの写真をご覧ください。はい、写真の中央に示した部分のように、馬は長く伸びた状態の牧草を好まないということになります。そのため掃除狩りといって伸びすぎた牧草を刈り取って短くする作業があるのですが、牛は馬よりも長い草を好んで食べるため、混合放牧をすることで掃除狩りの頻度を減らすことができます。なるほど、牧草も無駄にならず、草を刈るトラクターの燃料代節約にもなりますね。そうですね。次に寄生虫の感染防止の効果があります。寄生虫対策にも効果があるんですか。はい、寄生虫は寄生できる動物がそれぞれ決まっています。そのため寄生できる動物、これを宿主と呼びますが、異なる宿主に感染した場合は死んでしまうことになります。馬に寄生する寄生虫は牛には寄生できないので死んでしまうということですね。はい、その通りです。その他にも育てた牛を肉用牛として販売できますし、馬に使ったねわらを牛舎で再利用するといった利点もあります。馬だけでなく牛も育てているんですね。はい、さらに放牧地の雑草が目立ってきたときには、放牧地に羊を放牧することも行います。牛だけでなく羊も一緒に育てているとは、畜産業の一環としてサラブレッドを育てているんですね。はい、最後にアイランドの軽芝生産省の日本での活用方法についてお話したいと思います。まずアイランドにはサラブレッド生産を行う広大な放牧地があることをご紹介しました。はい、日本でも放牧地を広げられればいいんですが、なかなか難しいんじゃないでしょうか。はい、その通りです。放牧地を広げることは難しいのですが、同じ放牧地をずっと使っていると悪くなってしまいます。そこで良い放牧地を維持するためには、定期的な掃除更新が必要となってくると思います。はい、JRA 日高育成牧場では毎年1つ以上の放牧地の掃除更新を実施しています。これにより限られた放牧地を良い状態に維持することに努めています。放牧地の広さという量で勝負できないので、放牧地の質で勝負ということですね。はい、日本軽芝協会の事業の中にも令和2年度現在では掃除更新に対する補助がありますので、活用してみてもいいのかもしれません。次にアイランドは夏は涼しく冬は温暖という安定した気候が特色であるとご紹介しました。でも残念ながら気候は真似することできないですもんね。はい、そこで雪が降った時などに馬が退避できるシェルターを放牧地に設置するなど、放牧地の快適性を上げることが有用になってくると思います。JRA 日高育成牧場では一歳馬や繁殖牝馬に対して冬の昼夜放牧を行っています。そのような馬たちの待避場所として、放牧地に写真にあるようなシェルターを設置して馬の快適性を高めています。このようなシェルターがあれば雨の日も体が濡れずに済みますし、馬たちも快適に過ごせそうですね。はい、最後に牛と一緒に放牧する混合放牧についてです。日本でもすぐに実施できれば良いのですが、牛の管理方法などを学ぶ必要があり、すぐには難しいと思います。何かいい方法はないんでしょうか。はい、
林間放牧という方法があります。はい、それはどういった方法ですか？林間放牧とは、定期的に放牧地を変更することで馬が食べなかった草が伸びすぎるのを防ぐ方法です。へえ、この方法により草の長さがある程度一定に保たれるということですね。はい、その通りです。さらに放牧地を休ませることで成長を減らすという効果も期待できます。混合放牧に近い放牧管理ができるということですね。はい、アイランドにおけるサラブレッド生産についての話は以上となります。はい、いやー、アイルランドの競馬はますます興味湧いてきました。はい、ぜひともアイランドの競馬にご注目ください。はい、今回は JRA 日高育成牧場の岩本洋平さんにアイルランドの軽種馬生産についてお話しいただきました。岩本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。